一番印象的だったのが、やっぱりあのもう本当にみんな大切にしてきた地元のお祭りなので、やっぱり悩みながらもあの新しい神事をあの、ま、受け入れようとするっていう、ま、姿があのとても印象的でした。常に客観的なな視点を持ちながら 時代に合わせて、祭りを常に当事者が見直し続けていくことが必要なのかなと思いました。改善にあたっての検討会のメンバーの一人でもある、乗、ま、馬、あ、クラブの代表の方が行ってたんですけれども、まあ、その人は馬術選手でもあるんですが、馬術競技も危険だというふうになれば、少しずついろいろ競技の形が変わって廃止されていったりする部分もあったり、まあ、進化を続けていってるものだそうなので、まあ、同じようにこういった祭りも、 進化を、まあ、続けていって、馬にとって、まあ、安全であるというのを前提としながらも人間が楽しめるといいますか、まあ、興奮できるようなポイントもあの作って、これから構築していければいいんじゃないかというふうにおっしゃっていました。まあ、本当にその通りだなと思いました。今回の取材を通して、祭、ま、りには失ったもの、そして得たものがあったと感じました。失ったものとしては、これまで 壁があった時には感じていた馬が壁を越えるか越えないかといったところの興奮だったり会場の祭りとしての一体感があったと思うんですがこれが失われてしまったと思います一方で祭りの継続に向けた可能性というものを得たんだと思います馬にとって安全性が増したことで祭りに馬を貸してもいいですよという人が増えたりですとか あと同時に乗り手にとっても安全性が増したことでこれまで危険だからといって参加したくないと言ってた祭りの担い手乗り子さんたちが増えてくれたりとかそういった面で祭りの継続に向けた新たな可能性というものを手に入れたんだと思います。